光栄は中国共産党の活動家。陽名は江徳流、加盟は光飛とし、朝鮮。当初は労働組織担当、国境内戦が始まると政治及び軍事指導者として活動した。中国共産党の中華ソビエト共和国時代には中央執行委員会副主席の地位についていた。調整が開始された1934年10月。 甲は共産党調整軍が国民革命軍による包囲を突破するための引き伸ばし、作戦実施のために後方に止まった。甲が後世に止まって国民革命軍に対するゲリラ作戦を展開している間に毛沢東を指導者とした共産党調整軍は延安を目指した。1937年7月に日中戦争が勃発し、国民党と共産党による 第二次国境合作が宣言されると、河野ゲリラ隊は後方の戦闘部隊である新四軍の中核になった。この軍は日本軍の戦線の後方で軍事行動を行い、延安の共産党指導部と南京から重慶に移動した国民党指導部の両方から命令を受けるようになっていた。二つの指導部からの矛盾する命令は混乱を招き、最終的には 関南事変につながった。この事変において、新四軍が国民党軍に攻撃された際、孔は直属の者のに金を運ばせたが、自身の副官の一人で新四軍の金資さん担当の竜厚志里氏に殺害された。竜は孔と二人の将校を殺害すると金を持ち去り、国民党に降伏したが、国民党は金を受け取ると竜を投獄した。 劉は後に自由を得たが1949年以後の消息は知られていない。一部の歴史家は光栄が毛沢東の決断力不足による犠牲者であると主張している。一方、毛沢東の支持者は国民党による潜在的脅威に対する抗の誤解が野心と共に死をもたらしたと主張したのマウンテンファイヤーズとニューフォース、アーミーを参照。ジョン・ハリデーとユン・チアンの 間を誰も知らなかった、毛沢東では、関南事変について、全く異なる解説がなされ、毛沢東が彼が、対抗者として認識していた、公営を排除するために虐殺を企んだと示唆している。これは理想もない主張であり、毛沢東の怠慢に虐殺の部分的責任があったとするベントンの主張を拡大しながらも、著者の二人は彼らの功績を守るために、 弁当をしのぐ十分な情報源を引用していない。ありがとうございます。